ナルさん、ナルさん、起きてください。何？ナルさん、ナルさん、来ました。ついに起きた。おはようございます。おはようございます。どこここ？今ちょっと車の中なんですけど。はいはいはい。ナルさんは今日寝てるところを連れ出して、ちょっと無理やり車内に乗せましたよ、ね。すいません。拉致したの？そんななんか物騒な話どうやって俺を家から出したの？なんか寝てるところを、うん、男たちで何じゃねえ今ここの車内には運転手の爽快くんと、はい、私と成田さんとあともう一人と髪の毛ふさおくんが髪の毛ふさおくんあなたのさイベントの時にはもう生えてたからそうかそう伸ばしてたよこの3人が意味するところ何か分かります？トライオル？トライオルですね。トライオルで何かやんの？トライオルで今から群馬の奥地に向かってます。群馬行くの今から？はい。え？今埼玉あたりです。今埼玉？はい。俺よう寝てたな。めっちゃ寝てましたねなんでこの3人でやることをちょっと当ててほしい。何をするか。3人、何をする？3人といえばトライオル。3人トライオル。はい。そう買いすぎた。あ、違います。なんなら今移動しすぎたです。レオが料理する？あ、それエアコンはキッチン。違う違う。惜しい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 。群馬の奥のバーベキュー場を借りましたので、はいはいはい、そこでトライオル初の野外パルプッテキッチンを行いたいと思います。やばい。パルプッテキッチンじゃねえか。バーベキュー場にあるもののみでやっていただくんで、うん、でももう焼くでいいじゃん。いや別に煮るも揚げるもできますよ。できる？切るも。あ、いいの？あ、切る切るけど、任して。完全にそのお題はちょっと現地について、あ、現地で、はい、発表したいと思いますので。わかりました。じゃあタイトルコールお願いします。大太郎の次でよじゃない？あれ俺だっけ？パルプッテキッチンじゃないよ。もう一回いくよ、はい、大太郎のパルプッテ。自分がタイトルコールお願いしますって言ってんだから協力しろよ。こうこうこうね。いくよ、いくよ、せーの、大太郎のパルプッテキッチン始まるよ。ここまではあんま使わないかもしれない。ちょっとだよ。なんだよこれ。オッケーオッケー、いい感じじゃないですか。あ、いいんじゃない。あとなんか思い残したことない？ちょっと待って、ちょっと待って、思いもう死ぬんや、この後デスゲーム始まるんや。はい、ということで到着しました。はい、到着しました。早いよ。俺何も持ってないのに。もう飲んでるじゃん、一杯目。気持ちいい？うん、気持ちいい。わー、美味しい。はい、ということで今回ここ来たのはどこですか？すごい寒いとこ。ここどこ？ガチンコバーベキューロッジ北軽井沢。軽井沢ここ。軽井沢まで来ちゃった。やばい、初めて来たし。初めてだ。5度です。いや、とにかくね、体感気温普通に2度ぐらい。寒すぎる。ガチ寒すぎる。東京周り何もない。東京で100倍寒いわ。ちょっと周り見てくださいよ。ガチで真っ暗です。何もない。何もない。俺たちがいねえじゃん。余裕でカメラ映ってないから。フェードアウトしたと思われて。そうそう。何も映ってないよ。というわけでここまで来てパルプ適調させていただくんですが、まずは食材ですね。何だろう今日の食材は。はい、今回作る料理はチャバプチッチとミッシュマッシュです。何それ。うわ、食べたかったの。チャバプチッチ。そう、チャバプチッチとチャバプチッチとミッシュマッシュめっちゃ食べたかったんだよ。聞いたことないけど。いや、美味しいですよあれ。しかもすごくない？あの、毎回一品になったのよ、本来は。なのに今回2品なの。え、もう一回言って。なんで？チャバプチッチとミッシュマッシュ。あの、ごめん、あの、口の乾燥するからさ、言いにくいんだよ。チャバプチッチ、チャバプチッチ、チャバプチッチ。食材はこちら。さあ、見てください。すごくない？この食材の量。なんか、カップ麺あるけど。うん。まあ、でも、この中にはダミーもあるわけ。あ、そうなんだ。この中から、チャバプチッチとミシュラン。ミシュランじゃないです。三つ星じゃないです。ミッシュマッシュ？ミッシュマッシュ。作っていただきたいと思います。はい、わかりました。何系料理？あ、確かに。何系の料理？一つは焼き、一つはまあそこまでがっつりヒント出しちゃったらちょっとできちゃうから、はい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 、まあ結構今回調味料とかも
あるんです、ね、それをうまい具合に組み合わせるのが大事なんじゃないかなと思います。あー、オッケーです。はい、まあなんとかなんじゃないですか。なんとかなる。まあ、パルプンテキッチンっていう名前ですからね。そうそうそう、毎回ね俺が美味しい料理作って皆さんに食べていただいてるので、今回もね2人に笑顔にして返したいと思います。はい、ということでじゃあパルプンテキッチン始まります。頑張るぞー。なんとかマッシュだからさ、絶対キノコ使うんだよな。キノコ、まあ、餃子もこう置いてるから餃子の皮、キノコ、餃子、ね、ひき肉でも餃子だろ完全に。マッシュ、キノコ入り餃子だ。なんか入れる？パプリカとかあるじゃん。パプリカとか入れとく、とりあえず。わかんねえから。赤色好きだし。俺黄色のパプリカは入れないでおこう、じゃあ。え？なんかスパイスが死ぬほどあるんだよな、スパイスっていうか。何これ？え、パプリカ？パプリカ？パプリカ押してるな。え、パプリカ持っていくか。あ、パプリカ。で、パプリカ、パプリカ、パプリカの粉入れて。意味わからんだろ、これ。え？スミッシュマッシュ、焼肉のタレだ。え、からしとかも置いてる。これ何でもありじゃねえか、これ。いや、とりあえず一旦こいつにして、じゃがいもの、なんかマッシュ、マッシュって潰すやつってこと？わかんねえ。マッシュルームのマッシュかもしれん。マッシュルームあるっけ？なに、マシュマロしかねえわ。マシュマロのマッシュかもしれん。すごい、ま、キノコっぽいものとか、ねえ、マシュマロとかも、マシュっぽいやつ全部入れていったらなんかできるやろ。よし、オッケー。いや、とりあえず1個できたね。で、次、なんかわかんない。なんとかなんとか。焼く料理。魚は多分ね、俺焼きたくないから、魚やだ。でも、え、イカあるじゃん、イカ。イカありやだ。なんで、開きイカあんだよ、ここに。絶対これだろ。じゃあ、これが一品目の料理の。で、絶対このカップラーメンは夜中腹減った時用なのよ。でも、ここに置いてるってことは使っていいってことだよ。使っちゃうか。いや、でもな、ダメだな。ネギ切りたくねえけど、ネギ入れるか。うわ、ネギ。ネギ、ネギイカ。これ何これ？玉ねぎ？これ何これ？え？これ何これ？これトマト？これ。トマトかも。トマトを使いたくないな。よし。玉ねぎ。で、卵あんじゃん、卵。卵も持ってこうぜ。卵。卵、チーズ、もう何でもいいや。バターもある。よし。肉は、入れないでおこうか。こんだけ肉あるけど。肉全部フェイクだと思う。なんて、これで OK です。準備できました。さて、ということで、久しぶりの代打のパルプンテキッチやっていきましょう。ということで、今回、チャバブチッチか。ウィッシュマッシュ。ってことで、まあ、とりあえず、ウィッシュマッシュから作ろうかな。ウィッシュマッシュは、まあ、マッシュルーム、マッシュルームないんだ。まあ、マッシュ、まあ、キノコでしょ。うん。キノコ。はい、キノコ。そして、まあ、マシュマロで、あとなんか、うん、ポテトマッシュする、うん、わかんないけどマッシュする、その3つを、まあ、3つマッシュですね、任しといて。それをどうにか組み合わせよう。料理の量もわからない僕ですからね、まあ、とりあえず雑にキノコ切っておきましょうかね。この辺もこれで一旦キノコは OK でしょう。次どうしようかな。じゃがいもちょっとめんどくさいな。じゃがいも、いやでもさ、マッシュにするって言ってもね、お皿とかがね今回ないから、じゃがいもちょっとやめようかな。ね、一旦ちょっと材料をまとめてね。どうすんだこれ。もう料理わからん、危ないよ。よし、一個ずつ入れていこうか。はい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 、はい、これで一旦一つ目のマッシュね、キノコ OK です。二つ目のマッシュはもうこのマシュマロなんで、もうこのままでいいです。あいつらこのままで喜んで食べます。 OK で、次じゃがいもやるしかねえか。三つのマッシュだもんな。三つマッシュ、名前違う気がするけどマッシュだもんな。え、皮むきないわ。お、積んだぞこれ。あ、ある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 。よかった。俺、これ包丁で皮むき言われたら無理だったわ。
よし、じゃあちょっと剥いていきますね、これ。ちゃんと丁寧に剥いてます、今。おお、落としちゃった。よいしょ。これ、世の中の奥さん、大変ですね。いつもありがとうございます。綺麗に剥けたね。これを、お湯で、柔らかくしなきゃいけないよな、多分。うん。フライパンでいいか。よし。フライパンで、フライパンで、全然入ってねえけど。まあ、ええやろ。なんとかなる、なんとかなる。はい。加熱。よし。完璧。まあ、今のところ、マッシュルーム、マシュマロ、マッシュするポテト。まあ、準備はできたね、これで。これを3つを入れて、餃子の皮に入れて、焼きます。焼きって言ってたんで。肉はありません。新感覚料理で多分うまいと思うよ、これ。なんで、まず1個これでいきましょう。で、次、やっぱイカ食べたいから、なんとかチッチはイカ使います。イカってさ、どう料理するの？これ、全然わからんけど、イカの料理の方法。あいつらちょっと舐めとるなぁ。ねえ、しっかりしてほしいね。ポテトが茹で上がるまで、その次の準備しておきましょう。やっぱね、料理というのは、段取りなんで、順序よくやっていきましょうね。でっかいなぁ、これ。俺、ゲソの部分好きなんだよね。ゲソの部分だけ使おうかな、じゃあ。せっかくだし。これ、お湯が少ないからね、定期的に裏返さないといけないので。じゃあ、イカ切っていきましょうか。イカ！ちょ、贅沢にイカの、よし。ここの部分使おう。こんだけ使おう。これは後で俺が食べる。これ。ああ、でも、長い方が、うまいかもしれない、これ。長い方が。イカもこんだけしか使えません。ね。まず食材 OK、イカ。でも何つく、どうしようかな、これ。イカ。ひき肉に卵入れてイカ混ぜて美味しいんじゃないの？怒られるかな？おい、お前マジで、いい料理作ったな、なるかもしれん、これ。だって、何作れって言われたかわかんないもんね。でも、なんだっけ、なんたらかんたらチッチだもんな。なんだろうな、チッチって。ドバッといきましょうか、ひき肉。ひき肉ドバッといって、これに、卵で入れるだけでいいのか、本当に。本当にいいのか。もういまいちわかんねえわ、俺。でも、あいつらがさ、俺に任せるって言ってたもんな。今日の料理は。今日のご飯は、お前のしか食わねえって言ってたもんな、レオが。よし。卵ぐらいは割れますよ、僕。ハンバーグってさ、卵とさ、ひき肉だけだっけ？あれ？なんかいらなかった、いらなかったっけ他に。まあまあまあ、いいか、そこは。ここに、イカ入れます。イカ入れます、まず、ここに。で、これで、ゲソ臭さが増しますね。でも、なんか、これだけじゃ寂しいよな、さすがに。何足そうかな、と。もっとイカ感足すか、やっぱ。俺が焼いて食べようと思ったらイカもちょっと入れようかな、じゃあ。せっかくだし。さて、だいぶできましたね、これで。ほい。ネギいいとこだけ使おうぜ。ね。先端部分を使っていいのかわかんねえ。一番ネギっぽいとこ使おう。ネギっぽいとこ。先端部分どうしよう、これ。食べる？食べる？これ。いや何笑とんねん。おい、何笑とんねん、お前。緑が入ってね。緑美味しそうに見える。あ、黄色入れる。あ、黄色と赤入れる。やっぱなんか、なんとかかんとかチッチって言うからさ、やっぱ日本じゃないわけよ。だから日本じゃないってことは、やっぱカラフルな色合いっていうのが大事なんかもしれないね、もしかしたら。ね。パプリカの切り方知らねえわ、俺。とりあえず半分に切るか。下手の部分いらねえだろ、多分。ねえ。よし。ここいらんだろ。で、ちょっと半分に切るか、一旦。は、切れねえぞ、こいつ。あ！半分じゃねえ。なんだ、中身こんなことなってんの、パプリカって。初めて見たわ。
え、パプリカってどこ使うん？パプリカ、俺パプリカ好んで食わねえからさ、わかんねえわ。食材はね、最終的には火を通せばいいので、火を通せば食える。申し訳程度に色味つけていこう。すげえの、黄色も乗ったわこれで。よし。赤色はやめとこ、使うの。異国情緒あふれる感じになってきたね。この黄色あって緑あってイカもあって。よし、これはあと焼くだけです。俺が料理研究家なんだろうな。こうやって一つの料理のテーマに向かって一個ずつ作っていく、俺なれるかな。もうゴールはできてるんですよ。あとこれ焼くだけ。これなんだかチッチ、チッチができました。これ焼くだけです。で次マッシュは3つのマッシュを餃子で包みます。で焼きます。それも餃子、ひき肉に調味料と片栗粉を入れてよく混ぜます。あ、なんかここに答え書いてる。なんか餃子の作り方、え、片栗粉いるじゃん、よく考えたら。でも片栗粉なかったんですよね。なんで小麦粉入れます。違いが分かんないんで、まあ、似たようなもんでしょ。どれぐらい入れる？こんだけ入れときゃいいやろ。小麦粉、よし。え、なんかこれ美味しそうな気がしてきた、ちょっと。で、味付いてないんだよね、よく考えたら。なんで持ってきましたよ、ちゃんと。これチリペッパーかけすぎちゃったかな。まあいいやろ。え、塩コショウ欲しい。ある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 、塩コショウあった。よしよし、これ入れようぜ。え、これもうこれでいいじゃん、味付くじゃん。いっぱい入れちゃったけど、まあいいやろ。あいつら、あの、やっぱ若いから塩分あった方が好きだからね。足りないじゃないかもしれないね、むしろ塩分。なんかお好み焼きみたいになってきたかな、これ。うん、これ焼いたら多分うまいですね。よし、OK。さて、マッシュもできたかな、そろそろ。マッシュもお湯が減ってきた、困ったな。あ、ちょっとできそうになってきた、マッシュに。こいつ時間かかるんだ、こっちにしようか、ちゃんと。ちゃんとこっちでやろう。これマッシュにするならさ、半分に切ってた方が賢いのかもしれないな、最初から。ね。半分に切っとこうかな。これ。今から。強っ、こいつ。やばい。強すぎる。俺には取れない。よし、このままでいこう。なんでウィンナー入れてる。え、なんか焼いていいよ。焼こうよ。いいよ。実はこれ、あの、ダイダーさんが、あれなんですよ、今、ポテンテキッチンの、うん、あの、食材とかを切ってるとこなんですけど、うん、毎回見てないんですよ、パルプンテキッチンの時は、全部任せてるんで。任せてる俺らは裏で、めっちゃバーベキューを楽しむっていう。ウィンナーが焼けました。いただきます。うまっ。やばっ。うますぎて下唇噛んだもん。うめっ。口からウィンナーに噛むなんか。2個だっていいね。これ塩コショウ入れていい？あ、もうつけます？熱くない？熱く、それもいただきますね。もうありえん、ありえん、もうね。もうありえん。これ俺が今まで食ってきたもんカスや。それは各方面謝れ。格が違うわ、これ。これ牛タンとか焼いたらマジで死ぬんちゃう？誰が？え、俺もそうだよ。俺もそうだし、うん、みんなもそうだよ。なんでもう一回やってんの？え、なんでもう一回ちょっと芯が焼けてなかった。ウレットティッシュ、ウレットティッシュないもんね。あ、ない。え、声でこれ。今から仕上げ1個いきますね。ここから
バターで焼こうかな。じゃあせっかくだしバターあるしな。バターっつうのはね、入れれば入れるほどうまいですから。まあ、でも最初は1個にしておきましょう。僕はあの皆さん、あ、2個取っちゃった。いいよ、2個で。よし、結構真面目なんで僕真面目に料理しますよ。安心してください。なかなか茹で上がらないんで一回チンします。これよし、使い方わかんない。これ温め、あ、なんか動いたんでいいでしょ。これで動いたんでわかんないですけど。よし、じゃあバターにキノコ入れます。もうこれでバターまみれのマッシュがまず1個できます。バターまみれのマッシュ、これはねマッシュですね。マシュマロとキノコとマッシュポテトだね。を餃子で包むんだよな。1個目ができてんだよな。2個はできてんだよな。3つ目ももう実質できてんだよな。できてるかこれ。もうこれはねだいぶ美味しいと思うよ。まず今のとこ、この一品ね。これで火の通ったキノコができました。できたかな。これでうん、あ、できてる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 。これ潰したいんだよ。どうしよう、お玉で潰すか。お玉で潰そう。いけてる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 。実質まあこんなだよな多分潰すのって。できた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 。よし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 。さて、じゃあまず1品目仕上げいきます。なんたらチッチはハンバーグみたいになると思うんだよね俺は。うん、これ多分普通にね美味しくない、美味しくないわけないんだよ。よいしょ、なんかイカ入ってるけど、パプリカも入ってるけど、小麦粉、ひき肉、卵、ネギ、パプリカ、塩コショウ、ペッパーなんとか、イカですね。美味しそうじゃない？これ。そうかの方もいるな。イラ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 。イラ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 。4人前用意してくれ。大きくない一つ。これでよ。じゃ次がね、マッシュ。3つのマッシュいきましょう。マッシュを入れていきましょうか。スイーツかこれ。マッシュなんで、ポテト入れます。ポテト。なんか、スイートポテトみたいじゃないこれ。めちゃくちゃ。フルーツかもしれん。まあ、キノコでしょってことで。キノコ入れて、シイタケ入れてます。シイタケのバター和えです。多分俺が考えるこのミッシュマッシュって多分そういうことなんだよね、ほんと。3つのマッシュのハーモニーだと思うんだよね。なんか多分間違ってはないと思う、これ。皮周り水つけて、こうやって。でかくて包めねえけど、これ。無理やり包もう。無理やり包もう。よし。入れろ入れろ入れろ。具を入れろ。こうやって。あ、なんかそれっぽくね、これ。それっぽいかもしれん、この料理。よし。これですね。すごいいい感じで、これあと焼けば完成です。はい、あと1個。え、3つ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 でいい。みんな平等ですからね。ああ、なんたらチッチももうできましたね、これで。お、美味しそう、これめっちゃ美味しそう。いいか、火通る前だけど置いとこ。よいしょ、おお、いいね。一応ね、中火通ってない対策だけちょっとだけチンします、ね、でもさ、餃子ってさ、蓋いるよな、よう考えたら。蓋で、蓋とかないよな。お、これ、こうするか。別の蓋。あ、いける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 。蓋取った方がな。ああ、やばいことなってきた。マシュマロが溶けてる、やばい。マシュマロ、お前はやれる子だ。よし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 。今から蒸し焼きにしますね、これを。水の量少ない気がする。もう一投入するか。
あ、音がやばい。開けたくない。音がやばいから開けません。完成。音がなくなるまで焼きましょう。蒸します。これで蒸すという概念を知ってる、評価してほしいと思うんですね。怖い音がやばい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 、爆発してる爆発してる爆発してる、ちょっと待って、やばいやばい、音やばい音やば、何が起こってんのこの中で。楽しみですね。はい、おー、これがこれか。よし、じゃあちょっと装いましょうかね、これを。美味しい感想聞かせてね。あ、はい、バイダイダーさん、はい、何作ったんですか。今回作った料理はこっちが、あ、なんとかチッチとと、ミッシュマッシュ、え、餃子っぽいのと、うん、これひき肉か。そう、あ、でもなんか焼けてるね。ちゃんと、あの、乾燥おかしいんだよな。それ焼けるやろ。餃子にマシュマロ入ってるってこと？そうそうそう。お肉入ってないよ。新しい。新しい。ということで、出来上がったこちらを試食していきたいと思います。どちらから食べますか？美味しい方とまずい方っていうのが明確にわかるんだよ。今回。え？嘘？俺こっちの方が自信作だよ。ああ、そう。感動したもん、なんか、アートだねって言った。ああ、なるほどね。じゃあ、こういう感じってことね。じゃあ、美味しい方からいきますか。うん、はいはい、はいはい、いただきますかね。はい、それでは、ダイナさんが作ったチャパチッチ、いただきまーす。うん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 。うわぁ。あ、塩加減全然な。横茶かけて。でも、なんかアメリカで売ってそう。これ塩コショウつけて食べるじゃないですか。うん。めっちゃうまいっすよ。うまい、うまい。これはそれはうまいよ。うん。材料的にもね。パプリカの香りするね。うん、うまっ。あ、これがパプリカの香りか。で、めっちゃくちゃうまい。うん。びっくりするぐらいうまい。どうか適当に混ぜて、焼いただけ。あの、イカと、うん。ひき肉ってこんな組み合わせだとうまいよ。うん、そうそうそう。それびっくりした。これめちゃくちゃうまい。イカ。めっちゃうまい。イカとひき肉がこんなに合うの？これ見た目がさ、今もうちょっとぐちゃってなってただけで、いや、味はもう100点満点中100点。次ありますよ、まだ。あ、でも全然大丈夫ですよ、もうこれで。もう大成功ここからっすよ。だってこれ待って、マシュマロ残ってるけどね。全然。乗せる必要ないだろ。ということで、ダイダさんが作ったミッシュマッシュ。はい。いただきます。いただきます。うわ。うまっ。なんかね、これスイーツみたいな味すんな。めっちゃ不思議な味する。なんだこれ。いや、まずくはないよ。めっちゃうまい。だから まずい時の顔やん。どっちなん？最高。その最高は何なん？どの最高なの？なんかね、うん、ちょっとチュロス味ある。うん、あ、なんか就職先間違えたチュロス。ちょっとわかんないけど、なんとなく伝わるかもしれん。めちゃくちゃまずいわけじゃないんだけど、最初でも俺3秒ぐらい不快だった。はい、ということで。まあ今までの中では大好評の方だね。まあまあ、よくでも、なんか久しぶりにパルプンでキッチンやった割にはうまくできたなって感じで。確かにね。まあとりあえずね、答え合わせね。ああ、そもそものね。そう。うん、チャバブチッチっていうのは、こんな感じなんですよ。ね、めっちゃ似てる。そう、チャバブチッチ、形はさっき似てなかったにしろ、ひき肉、ナツメグ、パプリカとか、実はこの3つだけ。え、パプリカ合ってるじゃん。合ってる。以上、あの、そう正解よ。もうほぼ正解。よ。で、そこにイカとか、なんかアクセント入れたやん。うん、まあ、パルプンって起こしたけど、うまかったよ。うまかった、うまかった。そう、めちゃくちゃうまかった。うん、結果的に美味しかったんだよ。素晴らしい。もう1個はミッシュマッシュ、実は全然違う。全然違うの？え、3つのマッシュじゃないの？卵とチーズを、混ぜ混ぜした、なんかスクランブルエッグというか、こういうやつなんですよ。ああ。ミックスマッシュみたいな感じなんだね、要は。だからね、あの、卵、トマト、玉ねぎ、パプリカ、チーズ。あ、チーズ使ってなかったわ。そう、オリーブオイル、塩、コショウっていうだけなんだよね。ああ。
なんか今回トマトも使ってなかったし、トマトめんどくせえなと思って。ミッシュマッシュって言って餃子が来ると思わなかったから。いやマジでそう。餃子はダミーやったんですよ。マシュマロね。いやマシュマロはそもそも俺がここで焼いて楽しむように買ったのを。まあ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 、でもパルプンでキッチンとして の, あのちゃんとした名前なんていうのこう成功か失敗かでいうと成功ですよ。ありがとうございます。すごいな。もうもうマシュマロか。マシュマロをあえて使うの初めてだね。成功っていうならじゃあ店出してみなよ。あ絶対すぐ潰れるから。それは失敗しない。みんな来てね。確かにトライアルでね久しぶりの活動ということで拉致されてきたわけですけど、まあ、なんだかんだ言って久しぶりに俺もやっぱ料理できて、まあ、料理の腕鈍ってなかったなってことで今日楽しくできました。今日はこれで終わりですか。いや終わりじゃないです。何ですか。終わりではないんですが、はい、もうこの動画ではもう二度と会うことはできない。